クリードパフォーマンスの友岡和彦です。ヨガを始めるにあたって股関節の柔軟性の欠如によって、膝が痛いもしくは腰が痛いっていう人が、多く見受けられます。なのでまず最初にヨガを、初めにやられる方、特に普段座り仕事が多い人というのはまず股関節周りをしっかり動かすことから始めていきたいと思います。今回はちょっとアドバンスとしてまずハーフニーリングのスプリットのハイプランクの姿勢からでの、股関節の、動きをやっていきます。でまずは、ハイプランク、手をついた状態です。でこの状態からスプリット、足を広げていきます。でこの状態でまずはつま先まっすぐで、つま先の横に手があるぐらいがまずポイントで、あとすねが中入ったりとか外行ったりしない、母子球、小子球、かかとの3点がしっかりとついた状態で、すねは地面から垂直になります。でこの状態、首まっすぐで、しっかりとお尻を落としていけば、できれば硬くない、ずっとお尻で膝を曲げないように膝まっすぐの状態で、そうすると後ろ足の股関節前にストレッチを感じますと同時に、この場合であれば左の股関節の内転筋がしっかり入っているイメージ、もしくはストレッチを感じています。まずこの状態で呼吸します。まず慣れます。慣れるため一つ呼吸として鼻から吸ってお腹を膨らまして、で吐いて、さらにお尻が下がっていくイメージ、これを必要によって何回かやります。でそれから次に今度は、まずは膝を前に動かしていきます。何回かで5、6回やっていきます。でそこから膝を前に出して慣れてきたら、この膝、足首を中心として膝でこう円を描きます。円を描く、そうするとお尻が沈んでくるのが分かります。5回ぐらいやったら逆5回やります。で後ろの膝を引き継ぎます。でその状態から今度は肘を地面に近づける、つける人はつけちゃいます。で5秒ホールドする、1、2、3、4、5。でそこから今度は左手天井を指さす、もしくは空を指さす。で首しっかり長い状態、こう埋まらない、しっかり地面を押すことによって首を打る。で5秒、1、2、3、4、5っていうのは一連の流れです。で逆1回やってみます。でハイプランクをして、よっこらしょ、前出します。で手の横に足が、後ろの膝まっすぐで、胸張った状態でお尻をしっかり落とす、母子球、小子球3点乗せる。でその状態で呼吸する。慣れてきたらまず膝を前に出して、股関節をちょっと動かしていく、まず動かして、無理ないと言います。で後ろの膝を回す。でその状態から膝を円を描きます。円を描きます。5回ぐらいやったら逆回りという感じで、母子球が浮かないように足首を支点として動かして、股関節の動きを感じます。慣れてきたら次は今度は、この状態でしっかりと肘を地面につけます。5秒ぐらい、1、2、3、4、5、無理がない程度で、そこからしっかり左手で押して、地面を押して、首が長い姿勢で天井を指さす。で5秒、1、2、3、4、5で元のハイプランクの姿勢に戻っていきます。でこれを、交互に行って、で最低4回慣れれば、6回交互に行っていきます。これがハイプランクからのスプリットスタンスの、ヒップストレッチになります。